教えてカズキくん。フロンターレに来て一番仲良くなった選手、結構みんなと仲良くなってるからレオかな。スト選手はフロンターレに来て一番衝撃を受けた選手、アキさん。その心の衝撃だっけ。はい、体感化け物です。対戦した時とか、対戦した時もでもアキさんですかね。やっぱり俺取りいけなかったです。ずっと可愛がってるし、バナナをかぶってみた感想はみんなが喜んでくれたのでよかったです。どこの軍団に入りましたか。これ何軍団があるんですか。小林、車屋、家など結構あるな。結構あるな。どうなんだ、まだ無所属でしょうか。まだ全部に入りたいって言ってる。あ、いじられるのといじるのどちらが好きですか。両方できますね。ちなみに大分でのポジションは、大分でも結構いじられてましたね。けど、こっちではこっちではよりいじられてますね。下からの圧力が強いです。出身地新潟の好きなところ、グルメなどを教えてください。私も新潟出身です、美味しいです。好きなところ、めちゃくちゃ田舎なところ、グルメは、へそラーメンかな。へそラーメン。へそラーメン。新潟県の見附市ってとこなんですけど、僕、新潟県のど真ん中なんですよ。一応。それで、へそっていう、へそラーメンっていうのがあったと思います。大丈夫か。新潟のおすすめグルメ。カレーカツ？カレーカツだっけ？カレーカツ。あれ勝つかな。結構新潟ネタが多いね。自分のもうサポーターに注目してもない分野で意外性のあるプレー。フロンターレで一番うまいと思う選手は誰ですか。亮太君かな、やっぱり。懐の使い方がうまいな、やっぱり。懐、はい、懐っていうの、自分のなんていうの、プレーエリアが広いっていう。フロンターレにしての第一印象、まあ、本当みんな優しかったですね。海外の好きな理由またプレイしてみたいと思います。今スペインリーグ。結構サッカーを見る方ですか。結構サッカー見ますね。で、まあ、これ後輩たちにも来年こそ全国優勝を目指して頑張ってください。ちなみに自分の高校時代は、自分の高校時代はベスト8でした。川崎の洗礼を終えた感想。プロフィールが本当に多くてびっくりしました。書けるところは全部書きましたけど、私は小塚選手に入院買いました、期待してます、オフの日の過ごし方を教えてください。ユニフォーム買ってくれてありがとうございます。オフは基本的には家で家族サービスしてます。17番を選んだ理由は何ですかっていうのを一つ前提できたので、なんか、なんだろうな、空いてたし、かっこよかった。つけてみて、つけてみて、これから似合う男になりたいです。好きなお袋の味は何ですか。牛丼。もっと難しいこと言えばいいか、言えばよかったですかね。牛丼って簡単じゃないですか。いや、ある意味でも袋の味だから、そういうこう、そうっすね、素朴なやつでいいんじゃない。うわー、カズくんってすごく親しみやすくていい相性なのに、どうしてカズくんに変えちゃおうと思ったんですか。カズくんがいいな、まあなんか新しいかなって。まあでも正直どっちでもいいっす。呼びやすい方で呼びやすい。何歳でサッカーを始めたか。
サッカーを始めたのは小学生だけど、ボールペジで始めたのは歩けるようになってたんですよね。ドブライネのようなパスを何度か見ましたが、ドブライネのような選手のこと参考にしてますか？プレー集は見てます。今年川崎フロンターレ新加入のメンバーはどんな印象ですか？知念と後期ってことですよね。空気はめちゃくちゃ天然だけどすごい優しい。知念はマイペース。和樹選手といえば学生さんが個人的に思っています。その中で試合中スルーパスを出す時に意識していること、より相手のが出されたら嫌だなって思うところ、どう狙うの？なんであんなにノリバーナーをノリノリで被ったのですか？なんか楽しかったかな、撮影が載せる人がうまかったんでフロンターレで一番最初に声をかけてくれた人って誰ですか？これ実は、これケンゴさんなんですよね。ツイッターで、ツイッターのダイレクトメッセージでようこそフロンターレって言って、それが一番最初っすかね。これ結構すごくないですか？すごい。え、実際には？実際には、はい、少し話しました。話した。よかった。それはこっちに来てからってこっちに来てクラブハウスで会った時に、この先の中で一番面白いと思う選手は、今のところのぼりくんですね。今のところ移籍先のクラブにいち早く馴染むコツはありますか？自分から話しかけに行く。確かに和樹は結構他の新加入の人に移籍してる回数も、そうっすね、はい、意識する。はい、意識しますね。やっぱサッカー以外のそういうところも大事なと思って。じゃあ最後にニータンお願いします。ニータン、カブレラ君のコメントですよね。カブレラとかフロンタとかそういうマスコットに対してのなんか目が可愛い、目が可愛い、ちょっと俺に似てるんじゃないの？終了です。はい。